ロート製薬公式 YouTuber のレバセイココロです。弟のオトです。突然なんだけど、はい、オト、人生ゲームってわかるよね？わかるよ、やったことあるよね。そうで、その人生ゲームなんだけど、今すっごく進化してるって知ってた？進化とは？進化してるの。昔やった人生ゲームって仕事決めて、結婚して、で家買ってみたいな感じであったじゃん。そう、ね、うん、そう。でも最近はね、インフルエンサーになってどれだけフォロワーを増やせるか争うっていうバージョンの人生ゲームもあるんだって。え、何それ？そんなのあんの？そういうのがあるの。でね、思ったの。確かに人生って人それぞれだから、人生ゲームもたくさんバリエーションがあっていいよねって、うん、まあそりゃね。そこで今回の企画は、ネバセイココロ版人生ゲームで遊ぼう。おー、楽しそうでしょ？内容次第だね。この日のために私、ネバセイココロ版のオリジナルの人生ゲームを作ってきました。ほう、大丈夫それ？え、それ身内しか楽しめないやつでしょ？いや、大丈夫大丈夫、そう思うでしょ？そう思うけど、う、企業の広報を目指す人とか YouTuber 目指す人にも参考になるように作ってあるんです。皆さん本当に？もうこれが公式です。大丈夫ですか？大丈夫。でね、基本的なルールは人生ゲームと一緒で、ゴールした時にポイント、はい、まあお金なんだけど、多く獲得していた方の勝ちです、うん、なるほど、それは分かりやすい。はい、ということで皆さん、いやー、間違えた。はい、それでは皆さん、いっか、よし、行ってみよう。イエイ。ちょっと待って、ここ言う、私が言いたい、私が言いたいから、ちょっともう一回やらせて。それでは早速行ってみよう。おーい、じゃじゃーん、見て、すごいでしょ、頑張ったの。おー、なるほどなるほど。でね、今回このマス目36しかないんですよ。そうだね。で、36だと1から6のサイコロのマス目だと一瞬で終わっちゃうから。まあ確かに。今日はね、4、5、6のマス目は、4が1、5が2、6が3というカウントで進んでいこうと思います。1から3しかないと。そう、1から3しかない。わかりました。1から3しか進めないということで、やっていきます。じゃあ先行後攻決めよう。おーおー、いくよ、最初グー。そういうか、はいはい、じゃんけんぽい。勝った。ほんと？え？あ、ほんと？え？私が先行でいきます。まあでもこれね、別に先行後攻もそんなに関係ないもんね。いや、関係あるよ。最終的に獲得した金額でしょ。まあ確かにね。いや、でもある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 、いろいろあるある。まあまあ先に行きなさいよ。あとね、マス目上の色あるじゃん、赤、はい、赤はあの飛ばしてもいいんだけど、飛ばしても絶対読んでっていうこと。そのマス目は絶対に、絶対にそのマス目の何かは効果は付与されます。あー、なるほど。そう、ということです。はい、はい、じゃあ早速回していきます。はい、ドン。6なので3です。じゃあ3マス、3マスで N… え、ごめんごめん、1番だけ、この1のマス目だけ付与されるので、はいはいはい、心、私ね、この世に生を受ける1万円獲得ということで、2人とも最初に1万円獲得してます。あ、俺もね。なので正直1万円です。はい、で、私出たマス6なので3進みます。じゃあ3ね。バスケを始める、練習めっちゃしんどい、1000円払う。早速私1000円マイナスです。でもあれでしょ、2番のところの効果も適用されるってことでしょ。そう、ということで2番はね、音誕生、この頃はまだ可愛かったのになということで、まあ音が生まれたから1万円獲得します。一言余計じゃないこれ。はい、じゃあ次音くん。はい、5、つまり2ですね。2、お、じゃあ2万円で2マス進むってことは1万円、俺が誕生したから1万円獲得。うん、じゃあ2万円だね。3番のマスを、まあでも1000円か、1000円だったら別にそんなに、全然全然こんなん差にもならないから。まあまあまあ、早く次行きなさいよ。行きます。1、1、4ですね。4番。あ、大学入学、 YouTuber として活動を始めます。お、つまり3000円獲得。イエーイ。つまりがよくわかんないけど、つまり私は3000円獲得しましたよ。じゃあ、もういいや、後で計算しましょう。大丈夫？うん、大丈夫大丈夫、覚えててよちゃんと。大丈夫。はい、じゃあ次音くんどうぞ。はい。お、6。もう3だね、一気に進むね。今どこ？2にいたから5まで進む。お、ロート製薬に入社。私がね、ここから人生が大きく動き始める。あ、本当？10万円獲得、イエーイ。いや、でもこれ赤だから私も獲得するから。いやいや、でも俺マイナスなしでここまで来たからね。いや、でも私プラスあるもんね、2000円あんたより多いんだもんね。つまり今俺は所持金12万円。あ、すごいね。よし、はい、じゃあ私もやっちゃおう。いいぞいいぞ、調子いいぞ。4だから、はい、私も10万円獲得。でも1000円マイナスです。違うよ、プラス3000円だったんだよ。あ、そうだそうだよ、何言ってんの。ちゃんと計算して、頭を使いなさい、あなた。うざ。いやー、本当にロート製薬に入社したからね、もうこっから世界は動き出す。
どうだかな。いや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 、これからも私はこう上がっていくよ。じゃあいい、いくよ、うん、お、ね、また6。3ね。じゃあ進む、3進むってことは 8で、7番のマスも適用されるから、コッコロチャンネルバイロート製薬解説、あーおめでとう。たくさんの視聴者さんとつながれて本当に嬉しい。本当に嬉しい。10万円獲得、 やった。これは10万円の価値あるよ。で8番、10万増えて8番で、うん、え、あ、音がなんか生意気になってくる。ムカつく、ほんとムカつく。もうほんとムカつく。5万円支払う。いや、もっと支払ってほしいけど。てかこれ私に支払ってほしいけど、なんなら。何これ。はい、つまりいらな。つまり5万円獲得っていうことですね、この2マスで。そういうことだね、うん、今17万。めっちゃ計算するね。もう私覚えてないわ。いや覚えてよ。いや後で計算するから。それダメだろ。大丈夫です。でもこれ赤マスだから姉ちゃんも払うんだよ。分かってるよ。音が生意気になってしまったから今回しました。4番です。自由だな。6だ、やばい。お、大学時代に作った YouTube チャンネルがだいぶ滑ってることに気づく。アカウントを消す。いやーそうだ、このあーは待って、若気の至りってやつだね。4万円払う。待ってください、私これ。いやこんな、何こんな額払う必要あるかな。あるよ。確かに滑ってることに気づいたのはあったよ、あったけど、いや2万円でいい気もするんだよね。いや4万円だね。いや5万円でいいと思うんだ。俺はだってこんな理不尽な理由で5万円支払ってんだぞ。わかりましたよ。4万円払え。4万円払えます。じゃあいくよ、うん、お、3。3、俺めっちゃ進むじゃん。3進むから9、10、11。はぁ、私服くださいとかアピールしなくていいところが世間に伝わってしまったと、どうにかしてくださいということで5万円払ってください。誰にだよ。私に。やだ、私服くださいっていうイメージをこの世間に広めてしまったあなたの罪です。ちょっと俺さっきからだってお金払う理由おかしいもん。いやもうね、これをね、え、ずる、考えを改めてっていう。ちょっと5万円は高くない？高くない、高くない。高い、高い。いや、高くない。5万円は高いよ。高くない。まあまあ、でもこれから一発逆転あるかもしれないからな。そう、あるかもしれないからね。5万払えば黙ってくれるんでしょ？おいおい、その言い方はやばいぞ。じゃあ私次、2。2。あ、6から2だから8。8ですね。つまり、5万円獲得。5万円ね。同じマスだね。まあ、音がムカつくっていうのは今も思うんでね。で、俺が今11ね。お、1。12番。12番。お、待ちに待った給料日、おめでとう。出た目かける1万円獲得。え、これじゃあさ、6反映しようか。これは6反映しようか。オッケー、じゃあいくよ、はい、給料日1、1、1、1、3。あー3か。まあ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 、じゃあプラス3万ね。私6出しちゃうな、これな。楽しい、早く行きたい。オッケー、はい、行きます。1。全然進まないじゃん。で、私8だったもんね。9か。コメント欄とかでやったらポンコツとか言われるんですけど、どうしたらいいですか。5万円支払ってください。なんでこれ私払わなくちゃいけないの。知らんがな。これは音が止まった場合に払ってほしい金額であって。まあでも俺止まんなかったからしょうがないよね。3万とかどうですか。いや5万だね。なんで。いや俺のな、さっきのな、5万高いっていうのを受け入れてくれればな、ここもね。安くしてあげたかもしれないんだけどな。頭使えばよかったな。はい、じゃあ5万円です。悲しい、ポンコツ。はい、次音。はい、2だから14で、13も通過してるから、ネバッシー誕生、可愛くて憎めない、誰からも愛されるキャラクターの誕生に世間は歓喜の声を上げる。1万円獲得。なるほど、ネバッシーお誕生日おめでとう。1万。わかんないけどプラス1万ね。うん、そうだね。ちょっと安いかなと思って。14だよね。お菓子我慢してるのにちょっと太った、へこんでる、これはガチ。1回休み。はぁ、本当に自粛期間でね、食べちゃったよね。知らないよ。いやでもお菓子我慢してるのになんで太ったんだと思う。それは不摂生じゃないの。いやいやいや、でも多分ね、お菓子を我慢した分ご飯食べちゃったのかな。知らないよ。いいから早くやりなよ。はい、うん、ちょっとね、これはもうへこんでます。4だから2。1だよ。あ、1か、そっか。1。同級生に思いを馳せる、寄せるも、人生初の失恋を経験する。しかし今となってはそれもまたいい思い出。はい、いい思い出です。ということで5000円獲得。5000円か、まあまあまあ。なんでこれで5000円獲得して、ね、そうだよね、俺がムカつくって5万円払うの。元の初恋いつなの。え、はい、俺1回休みだから早く次進みなよ。3。つまり、お、追いついてきた。つまり私も給料日ね。お、じゃあ回します。6 6 6 1 1 1
あ、ちょっと待って、音と一緒、一番つまんなくない？最初はこんなもんよ。まあ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 、後から 6出すっていうね。で、ね、ワッシー誕生して1万円。いいんでは、なかなかいい勝負しているのでは、もう合計額わかんないけど。よし、やっと休みから復帰だ。4だから1、1マス進むと15。チャンネルが2周年を迎える、たくさんの人に祝ってもらって嬉しかった。ありがとう、ありがとう。2万円獲得、イエイ。いや、もっともらってもいいんだけどね。次行く、どんどん行く。 6だから 3。お、抜かされた。じゃあね、私16になるけど。じゃあまず15のマスだね。うん。でね、ここ私はスーパー会社員コースに行くんだけど、音にはスーパーインフルエンサーコースに行ってもらおうと思ってます。あー、なるほど。そう、それだけちょっと分かってて。だから分かりました。15の次は26に飛んでね。俺26ね。で、私15は、祝ってもらったから2万円獲得ね。プラス、じゃあプラス2万ね、うん、16、仕事の頑張りが認められてリジボーナス。おー、出た目かける1万円獲得。あ、出た。さあ、これは大事だよ。いけるいけるいける、私ならいける、私ならいける。ボーナスいくらもらえるのかな。はい、レッツゴー。はい、読んでください。出た目は何ですか。1。はい。ワンチャンス、もうワンチャンス。ダメだよ。お願いします。ダメ。やだ、これは、ちょっと、スーパー会社員でしょ。この1万円を大事にしなさい。大事に使う。じゃあ次俺ね、うん、じゃあ俺はスーパーインフルエンサーコースに行くぜ。お、3ということは26、27、28までってことかな。そうです。はい、じゃあまず26だ。26、チャンネル登録者数が10万人を突破。イエーイ、1万円獲得。イエーイ、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 そして27番はファッションモデルとしてデビュー。私服がダサいというイメージを打ち崩す。音が心に5万円支払う。は、よこしなさい、よこしなさい。あなた嫌な予感したんだよな。ちょっと俺大丈夫、スーパーインフルエンサーコースこんなんばっかじゃないの。弟からこんなに絞り取るの。いやいやいや、あー、いや、仕方ないよ、仕方ない。マジかよ。ファッションモデルとしてデビューしちゃったらさね、私服がダサいなんてもう印象はもう、まあ妄想ですからね。いや、見てなさい、早く次行きなさいよ。5年後のファッション雑誌見てきなさい。さっき払った5万円返して。返さない。イエイ。6。ということは、つまり3マス。だから16にいたから私は今19にいます。19。ロート市場タグ読みない大ヒット商品を開発する社内での評価がうなぎ登りに。イエーイ。ということで5万円獲得。漢字読み間違えてますけどね。え、何？開発？ロート市場類を見ないです。タグ読みない。ロート市場類を見ない大ヒット商品を開発する社内での評価がうなぎ登りに。イエーイ、5万円獲得。ずるくない？イエイ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 。つまり私25万7000円です。いろいろずるくない？なんで？え？ずるくない、ずるくない。もうお酒真っ暗なんだけど。お寝汗心配、人生ゲームだからね。回して。くそ、ちょっとなんかどっかで逆転できないかな。はい、4だから1マス29？ 28だね。え、20、あれさっき28やってなかったっけ。あ、そうだ、28までいったんだ。28やってないから。そうだ、忘れてた。ちょっと5万円支払うのにショック受けすぎて。ということは、いいなさいよ。じゃあさっきの28、今やっていい？今、うん、いいよ。今 やるから。お姉ちゃん優しいから。オリジナルのファッションブランドダサい立ち上げ一周回っておしゃれだと話題に。5万円獲得。あ、じゃあこれで5万円戻ってきた。これからダサいっていうのを流行らすっていうのも一つありだよ。ダサい、開き直ってるね。結構開き直るしかないでしょ。あ、でも確かに一周回っておしゃれってなんかあるもんね。ね、意外と流行るかもしんないよ。流行ったらいいね。今後水玉とかも世間一般でもう常識のようなまあいつか来るかもしれないけど。そう、そのファッションブランド立ち上げます。ここからじゃあ1マスまた進んでいい？で、そっから1マスね。うわ、優しい、うん、ありがとう。持ちの論です。じゃあ29ね。はい。あー、天狗になった心。東京の六本木で調子に乗って飲み歩く。よくない。高級焼肉店で暴飲暴食。お会計がとんでもない額になる。1万円支払う。ごめんね、ほんとごめんね。なんで俺が、ごめんね、なんで俺が払うの。やばい、ごめんね。こういうことがあるんだよ今後。まあそうだよね、ダメな姉を持つとこうなるよね。いやいやいや、自分もやるかもしんないよっていうね。反面教師。そう、反面教師。ダメでしょちゃんとしなさい。ちゃんとしてます、ちゃんとしてるんです。最近は。はい、はい、次行きます。6だから3。22かな。22。その前に20。 20はビジネス書。心の準備はできてるか発売。心の準備はできてるかですね。発売、記録的ベストセラーになる。おお、
1、10、100、1000万、10万円獲得おめでとうございます。やっぱ人生何やるかわからないよね。この赤マス、うん、効果が適用されるマスがちょっとおかしくない？おかしいでしょ。おかしくない。俺はなんか払ってばっかりなのにさ、ちょっとお小遣いちょうだいよ。お小遣いとかダメだよ、そういうの人生ゲームにないんだよ。新しく会社を作り、おいちょっと待て、代表となって宇宙事業を展開します。1、10、100、1000万、10万獲得。おかしいこれは。一応ね、100万円払うとかのマスもあるのよ。マジ？あるのよ。そんなにある？そんなのある？あるんですけど、乗らなかったっていう私の運ですね。ちょっと待って、私うざいな。え？ちょっとマジ？いやでもこれは私の運だよ、本当に運だと思う。上でも立っちゃうもん、めっちゃ。わ、これもちょっと待ってよ、ずるくないですかこれ。ずるくない、ずるくない。スーパーインフルエンサーになれる？なれるなれるなれる、大丈夫。回してこ、まあ先進むしかないけどさ。はい、はい、じゃあ6が出たから3つ進むから。3つね。32、音が姉についての暴露本、家ではネバネバ言ってないを出版。内容は嘘ばかりだったが、世間では心の信用が片落ちしてしまう。心が音に5万円支払う。え、待って、あーやばい、私反対、よし、さあ5万円返していただきましょうか。あー、音が心にって書いた気がしたんだけどな。いや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 、間違えてんなこれ。だから姉ちゃんが俺に5万円あげるから、この出版した本どうにかしてっていう、まあ買収ですよね。ほらお金をくれるならなんとかしてあげますよ。いやてかさ、あんたが出したんだからさ、自分で責任負いなさいよ。いや知らないよ、もう出しちゃったもんしょうがない。しょうが、もうほら私の人権。まあまあ5万円払えばなんとかなるんだから。いや、ね、なんかもうその言い方よくないよ。いやだって宇宙事業展開しちゃったんでしょ。宇宙事業、まあ、もう宇宙派じゃない、ね、あ、お金倒ってからあげる。5万円ぐらい、やった。いきますよ次私。はい、はい、2、22から2だから24。ゴールももう間近。心さんみたいになりたいですという志望動機の就活生たちが押し寄せる。心はそんな若者たちに自分の過去を重ね合わせ、しばしの間昔を懐かしむのであった。一回休み、まあゆっくりしてなさいよ。昔懐かしんどこはそういう時もあったなって言って。ほらあんまり行き急いじゃダメだよってことでしょ、うん、そういうこと。じゃあお休み。じゃあ一回休みね、うん、行くよ。よ、あでも止まってほしいな。お、1番。33、心プロデュースのアイドルグループアイコンタクトがデビュー、世界中で人気が爆発する。10万円獲得。おお、およおよおよ、よし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 、およ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 、いいんじゃないか。およおよおよ、わスーパーインフルエンサーのね人生っぽいですよね。もう一回行きなよ早く。あそっか、姉ちゃん一回休みね。早く、もうゴールしちゃうよ俺。2、35、34は飛ばします。読んで読んで読んで。チャンネル10周年記念イベントを開催、多くのファンが集まる。みんなほんまにありがとう。私たちの絆はプライスレス。0円。ちょっと待って、おい、プライスレス。おい、0円。私たちの絆にお金なんて全くないよ。おかしいよ、だからこれからも皆さんよろしくお願いします。何がプライスレスだよ。笑顔だけは振り向いていきます。皆さんこれからもよろしくね。最後の最後で出たよ。うわちょっと待って、もうだってあとゴールしかない。でもいいマス目だと思うでしょ。結局お金なんて何だってなんですよ。じゃあ私行こうかな。くそー。4、25番です。ロード製薬で数々の革命的なプロジェクトを発足し、後継者であるネバセイオトにその全てを引き継ぐ。1、10、100、1000万、10万100、10万100じゃない。10万獲得。何言ってんの。やったー。なんでよ、俺にちょうだいよ。いや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 、俺が引き継ぐんだから。私はその発足したからお金をもらって音にあげたんだよ。お互いあとゴールするだけじゃない。そうだよ。まあ一応やるね。4、まあ1マス進んで、はい、ゴール。ロート製薬を定年で退職、人生をかけて戦ってきた職場を後にする。その時心の中に思い残すものは一切なく、清々しい満面の笑みだった。人生まだまだこれから、人生まだまだこれから。ゴール。はい、ゴールしました。これからだよ、退職してもね。まあね、うん、牧場生活とか始めるけど。あ、出た。はい、ということで無事ゴールにたどり着きましたが。たどり着きましたね。金額を早速オープンしますか。じゃあ行きますか。私から行くね。ネバセ行くからの金額のお金は、金額お金、金額は50万7000円です。おー、イエーイ、イエーイ、イエーイ。さて、オト君は言ったな、クソ。ではネバセイオトの最終的な金額は330万円。イエーイ。滑ったのでお金もらってもいいですか。おかしいと思うんだよね。30万。33万です。33万。おかしいよ。おかしいかな。え、俺払ってばっかり。そうかな。いや、そういうマスに泊まったっていうだけであって。違う違う、もうこれ赤マスがおかしいんだよ、俺のところの。そう
これはもうなんか恣意的なものを感じます。あ、ほらでも30とか止まったらさ、オリジナルの目薬ダンスを SNS に公開してジャスティン・ビーバーにドハマりする、5万円獲得するよ。いやまあそうだけど、5万円獲得したところで追いつけねえし。つまり私は勝ち組です。ずいぶん極端なゲーム作ったな。でも楽しかったでしょ。いやまあ楽しかったよ。でしょ。でも皆さんもね、ぜひやってみてください。もう公開するんで全部。本当に公開します。もしスーパーインフルエンサーコースで勝ったって人いたら教えてください。あ、それはいいね、教えてください。ということで皆さん、今日も一日おつねばー。おつねばー。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばーと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばーと思った人はこちら、 Twitter を見ねばーと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎーと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。